今日は続けて神様の働きまた私たちの働きについて少し見てみたいことがあります今まで見てきたのはまず私たちクリスチャンですねイエス様を信じる者の唯一の働きは信じることとイエス様が言われましたしかしその信じることでさえ私たちのからの努力によるできることではなく神様イエス様からの 信仰ですね。素晴らしいことです。本当に素直に信頼することだけでいいです。えー、で今日は少しサタンの作戦について、えー、考えてみたいと思います。私たちはあんまりサタンに注目したくはないです。しかし、敵の作戦を知ることは勝利への鍵です。だから、その作戦を見てみましょう。まず、えー、アダムとエヴァに サタンが何をしてきたでしょうか創世記3-1に書いてあるように、えー、サタンがやってきて、神は本当に言われたのですかと言ってきたです、ね。つまり、えー、サタンの作戦は神様の言葉を疑うように、アダムとエヴァを誘惑しました。から次に、イエス様の誘惑を見ると、また第4章に、 あなたが神の子なら、と言ってきたんです。イエス様に二度とも言いました。つまり、えー、あなたのアイデンティティを疑うように、あなたに誘惑をかけます。これは大きな、大きな二つの嘘と同時に誘惑です。えー、神の言葉を疑うように、 また、神にある私たち、自分のアイデンティティを疑うような誘惑です。で、この、えー、過程をちょっと考えてみてください。このプロセスですね。多くのクリスチャンは、えー、この悪循環にはまってます。つまり、えー、毎日、気分が良い、いい時、そして気分が悪くなって、また気分が良くなって、また悪くなって、この循環にはまってしまいます。 なぜいいかというと、気分がいい時は、神様は私を愛してくださることを覚えて、神様の計画は素晴らしいと。そして神様が共におられることを覚えて気分がいい。しかし何かがある。何か試練が来る。または罪を犯してしまう。そのことによって急に気分が悪くなります。神様は私を愛してくださるけど、私のことをもしかしたら怒ってるかもしれないと思ってしまいます。 そして神様のご計画は素晴らしいけど、えー、私はその計画から離れちゃったかもしれない。ですね。疑います。そして神様は私と共におられると思うけど、私が罪を犯したときは、えー、神様がその目をそらしてしまったと思ってしまいます。で、えー、本当に皆さんに今日希望のメッセージを与えたいと思います。 私たちは毎朝、毎朝目覚めるときにこの選択があります。その選択は神様の言葉と同意するか、サタンの誘惑と同意することです。つまり、朝目覚めるときにもしかしたらこの攻撃が来る。あなたは神様から離れちゃったよ。遠いよ、神様はどっか行っちゃった。あなたのこと怒っているかもしれない。 違います。それは全部嘘です、えー、私たちの価値私たちのアイデンティティはすべてイエス様にある自分の努力自分の頑張ることにあるのではなく休んでそれを素直に受けることにありますだからこそ私たちはイエス様のこと神様のことを知ることまた自分のアイデンティティを知ることがこの人生の一つ 一番大事なことです。で、これを、えー、覚えてください。サタンの誘惑は嘘だけです。嘘だけです。もう本当じゃないです。真理ではありません。そして、えー、しかし、その、もしその嘘を信じればそれが大きいですよ。自分の,いの人生から命が取られる。喜びが取られる。 いつも私たちが勝利から働く、動くではなく、えー、勝利のために頑張る。イエス様がすでに成し遂げられた勝利なのに、いつも毎日自分の努力,力によってそれを得ようとするんです。平安、平安から動くのではなく、えー、平安のために頑張らないといけない。ですね。だからこの2つの えー、繰り返しています。二つの誘惑を覚えてください。アイデンティティ。神様はあなたについてたくさんたくさん、えー、素晴らしい言葉を与えてくださいました。あなたはすでにイエス様の中に置かれてます。完全にイエス様と同じように、神様はあなたに向かって私の愛する子、私の愛する娘だ、私の愛する息子だ、私は彼を、私は彼女を喜ぶ。 主が言われてますもう一つの大きな誘惑は、えー、イエス様があなたのためにもすでにすべての必要なことを用意されてます。もうすでに用意されてます。その平安その喜び、その恵みはすでに天のところに用意されてます。じゃあ私たちはさらにいただこうとするものは何でしょうか刑事ですね。もう本当にその老いが取られて、その イエス様の用意されたものをも,うもっとわかる、知ることができるように、神様の愛がどんな素晴らしい栄光に富んだものかと、もっと知る、もっと経験することができるように、喜んで祈ればいいですねこれ。これも一生懸命祈るではなく、もう本当に委ねながら、喜び、今すでにあるものを喜びながら、さらにいただくことを、えー、お願いすることですね。 でもその、さらにいただくことは、神様の愛をさらにいただく,じゃ,くじゃなくて、神様の愛についての啓示を受けることです。この老いが取られるように。この老いが取られて、はっきり神にある喜び、平安、えー、その愛が、その希望が見えますように。毎日喜んで祈っていきましょう。はい。 そして、サタンのその誘惑の声がやってくると、どうすればいいでしょうか立ち切ったらいいですね。ヤコブ4-17ですから、神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。サタンは逃げ去るしかないです。私たちが立ち向かえるときは。ですから、どうぞ皆さん、イエス様 えー、神様の言葉にある、その明確に教えてくださった、その真理に立ち、覚えながら、さらに大きな啓示が与えられるように、祈って、あの、自分の友達、自分の教会のメンバー、私たち、私たちのためにも、ぜひ祈ってください。さらに大きな啓示神様の愛と平安と喜びの啓示が与えられるように、ぜひ祈っていってください。